はい、どうもこんばんは、お疲れ様です。今日のユーロトラックシミュレーターですけども、今回も日向坂46のトラック、トレーラーで走っていきたいと思いますが、今回はですね、日向坂46ドキュメンタリー映画3年目のデビュー、こちらをにねちなんだトラック、そしてトレーラーをのねスキンを作ってみましたので、まずはねそちらを見ていただきたいと思います。じゃん。はい、ということで結構ですね派手に作りましたけども、今回は、トレーラースキン、それから、トラックスキン両方ですね作らさせていただきました。そしてですね、今回はこの日向坂46 3年目のデビュー、こちらのね、宣材ポスターの写真を使わさせていただきまして、で文字は自分でちょっとね付け足しました。で3年目のデビュー、8月7日ロードショーということで書かせていただきました。で同時上映、菊ちゃんの愉快な旅っていうのはね、これはあの冗談で書いてるんでありませんのでご注意ください。でね、でも本当にこの写真、多分冬の時ですね、みんな上着コート着てますからね。でも本当にわちゃわちゃっとした感じで青春感がある素敵な写真だなと思いますね。この写真もね、ここもこんな感じで、ね、ずっと来ます。そして後ろの方に回りますが、後ろの方はこれもですね、写真出てますけども、エンジンの時ですね、これは多分予告の時の画像だと思いますが、この予告の時の画像で、私たちは諦めない、誰も見捨てないというね、もう本当彼女たちらしい言葉ですよね。そして反対側も同じです。これももうこちらはもう本当にメンバーがわちゃっとした、これもね青春感あふれる写真、これは多分最近撮られたんじゃないかなと思いますね。ミーパンの髪が少しこんな感じなので、でこちらにも、3年目のデビューって書きましたけども、同時上映の川田探検隊はありませんので、こちらもご注意ください。そして、トラックの方なんですが、トラックの方はこちらはですね、多分ポスターですかね、ポスターの写真になりますね、を貼って、上の方にエンジンの掛け声の空まで届けポカポカキュン、一人じゃない仲間と共に高く飛べ日向坂46ヒーってやつですね、こちらを書かせていただきました。で、まあ、一人じゃない仲間と共に高く飛べって、これはひなたになってますね、頭の方がね。そして、ポスターの写真ですけども、ミーパン、そしてマナモさん、でマナフィー、この3人の、写真というふうになってます。そして、日向坂46のバッジエンブレムを配置して、あとは横はちょっとですね、ひらがなけやきになってますけども、こちらはひらがなけやき時代の箱押しタオルですね、こちらを貼り付けてみました。でフロント側に関しては、まあ、前回とあまり変わってないんですけども、こちらはですね両側に日向坂じゃないや、ひながなけやきの時代のねワッペンを、貼り付けてみました。そして、こっち側のトラック、反対側のトラックの方ですけども、こちらもですね同じですね、で日向坂46の箱押しタオル、それから、3年目のデビューのポスターで、こちらはですねキャプテンの佐々木久美さん、それからおたけ高本彩香さんですね、そしてひよたん浜岸ひよりさんの写真ということになります。というところで、こんな感じで今回はこのトラックで走っていきたいと思います。はい、ということで早速もうスタートしていきたいと思いますが、現在ですね今イタリアのベネツィアにいるところなんですね。でここからですね、右方向です、
こからルーマニアのレシツアというところにこれから向かうわけなんですけども、そこまでですね電子機器8トンを現在積み込み終わって、今ルーマニアに向けて出発をしたというところになります。まもなく左方向です。でベネチアの市街地を抜けて高速道路に入ったんですけど、こうやってね外から、日向坂ドキュメンタリー映画3年目のデビューということでね、このトラックのかっこいいですね、こういう走りになるわけですね、外から走ってる風景を見ると時々こういうの入れておきますのでね、一瞬ですけど見ていただければなと思いますが、さて3年目のデビュー、僕もですねちょっと見てきました。それで初日に行ったんですけどね、で僕が行った映画館っていうのがまあ地方の映画館なわけですね、まあイオンシネマなんですけども、まあ田舎だからか、それとも初日だから準備が間に合ってないのか、ちょっとよくわからないんですけども、まずグッズあったはずなんですが、グッズは全く置いていないという状況でしたね。売り切れとかではないんですよ。売り切れなら多分売り切れって書いてあると思うんですけども、もうスペースすらなくて、ほとんどグッズ売り場、まあ狭いんですけどね、グッズ売り場自体も小さいんですけども、そのグッズ売り場にはほとんどドラえもんしかありませんでしたね。で売り切れっていうわけではなくて、花から置いていないだろうということですね。そしてあとはそのね公開前日前々日ぐらいのショールームで、発表になりましたけども、ドリンクですね、あの空まで届きそうだとハッピーウォーターですかね、これも当然ありませんでした。まあこの辺まではねもうしょうがない、田舎だから地方だからとは思うんですが、そのポスターもないですね。皆さん行った時にそのメンバーのポスターだったりとかなんか置いてあったみたいで、まあ今回のポスター写真なんかも、貼り付けたポスター写真なんかもなんか映画館にもあったようなんですけど、そういうのをツイッターとかで見て上がってたんですけど、そういうのも一切なくて、で現在上映中のねイオンシネマの入り口とかにね、上映中の映画のポスターとかわーって貼ってあると思うんですけど、普通はそれもなく、やる気があるのかないのか全くわからない状態でございましたね、イオンシネマで。でも田舎の方だということで、まあいずれにしても初日だったからなのかなってはちょっと思ってましたけど、でクレーンゲームもね何回かやったんですけど一切取れませんでしたね。まあ唯一あったのがクレーンゲームっていうぐらいなものでした。まずはだいぶ暗くなってきたようですね、もう夜の10時55分もう11時ぐらいになりそうな感じになってきています。まあこの状態でねもう外目線、左にレーン移動が必要です、その先直進方向です、をやってもですね多分
直進方向です。全く見えませんので、まあもうやってもねあれなので、こんな感じで真っ暗で何も見えなくなりますというところなので、そろそろちょっと早いですけども休憩をしたいなというふうに思いますので、次のサービスエリアかな、パーキングエリアに来たら休憩をしたいと思いますと言ってるうちに、パーキングが見えてきましたので、まあ、こちらで、休憩をしていきたいなというふうに思います。はい、ということで、夜11時に、休憩をしまして、まあ、12時ぐらいですね、休憩をして、現在は翌日の朝の、9時ということになります。夜走っててね、スキンが全く見えなくなりましたので、昼間の走行にしたいということで、ちょっと早めにね休憩を取るということで、日中の走行に切り替えをいたしました。ということで、まだまだ残りがどのぐらいあるんだろうね、600キロぐらいあるのかなということなので、まだまだ進んでいきたいと思いますが、まあ、そのね、3年目のデビューを見た感想というところに右にレーン移動が必要ですなるわけなんですが、まあネタバレにねなりますので、あまり右方向出口です、感想という感想はあまり言えないんですけども、まあ、本当にありきたりに言うんであれば、本当にいいグループだよねって思います。改めて実感をしましたね。で、僕なんかはもうひらがなけやきの結成の時からかな、知っているのは知っているのはっていうか、まあ応援しているのはというか、ファンをやってるのはね、ですからその過程の中でのいろんな出来事っていうのは、まあ、当然そのファンの立場で知り得るものは、まあ、ある程度は知っているつもりで見てったわけですけども、やはりその裏側のですね、彼女たちのその姿っていうのは当然知ることはできなかったので、まあ、この映画を
見てね、彼女たちの裏側の顔っていうのはもう相変わらず可愛いよねってもう思いました。で今これは ルーマニアじゃないや、ハンガリーかな、ハンガリーの国境ですかね。オーストリアからハンガリーに抜けた国境ですね。でまたちょっとまだね下道を走ってる状態となっていますね。さてそのまあちょっとこの辺はあれですかね、農業地帯なんですかね。で製材所みたいな木材がいっぱい積んである直進方向です、工場とかがちょっとありますけども、まあそんなそれはまあどうでもよくてですね、またね日向坂の話に戻したいと思いますが、こうやってね昼間だとこうやってちゃんと見れるからいいですね。後ろも前も横もねこうやって見れますので昼間だと。さて、日向坂の話にね戻したいと思いますが、まもなく左方向です。まあ、日向坂はねご存知の通り左方向です。当初は、ひらがな欅坂46というねグループで、まああり手に言えば下積みっていう感じなんでしょうね。まあその辺でちょっと苦労したというところがあっての日向坂46というのが、まあ、昨年ね改名されて第3の坂道グループとして誕生したわけですね。まあそこからの活躍というのはまあご存知の通りということなんですけども、まあ僕自身はこの映画を見て、まあ当然お日様の人は多分まあ見れる状況にある方はできるだけ見るだろうなとは思うし、まあひらがなけやきからファンだよとか最近お日様になったよっていう人もまあ見ていただきたいなとは思うんですけど、僕自身はこれを見た時に見てねちょっといろいろ帰りの車の中でいろんなことを思い巡らせてた時に、なんかやっぱり青春感が漂うんですよね。その、まあ、年齢バレちゃいますけど、まあ僕らよりもう少し上の世代の人ですけど、その70年代とかのその熱血の青春ドラマがね結構いろいろ流行った、いろんなテレビをねドラマやってた時期があったんですけど、あれのその雰囲気をものすごくちょっと上品に今時になそのスマートさに変えたものが彼女たちなんだろうなってちょっと思ったんですね。まあ意味わからないかもしれないですけど、直進方向です、何を言ってるか。ただ本当に青春、このね10代から20代前半をどうやって過ごすかっていうのが、なんかその彼女たちの一生懸命さだったり何事にも必死で取り組む姿勢だったり、そしてまあメンバーね助け合ったり寄り添い合ったり、優しさとかそのわちゃわちゃっとすぐにこう固まったりとか、まもなく左方向出口です。それがその今の左方向出口です若い人に
現代の青春っていうのはこういうもんだよっていうのを知ってもらいたいっていう感じがしました、僕は。なので、あの日向坂知らないとか、アイドルあんまり興味ないんだとかっていう人にも、特に若い人に、そのメンバーと同じぐらいの年代の人ね、10代とか20代前半ぐらいの人に見ていただきたいなっていうのは、なんかね、そういうふうに思いましたね、僕は。右にレーン移動が必要です。あれ、なんか右方向出口です。なんか前方でなんかやってますね。ここ通行止めになってますので、右側には行けないのかな。まあ無理やり突っ込んでもいいんですけど、ちょっと何があるかわからないので、右側には曲がらずに、ちょっと回避ルートを探したいと思います。ワールドマップの方で、今ここですね、ブダペストのちょっと手前ぐらいにいますね。で、今この右側には曲がれなかったので、まあちょっとブダペストの市内を迂回する感じで、ちょっと迂回ルートを作ってみようかと思います。なんかあるとすれば、多分新しいルートで、多分なんかあるとすればこの間ですよね、多分ね。ですので、どこに作ればいいんだ、ここか、ここに作るとすると、ブダペストの市内をちょっと回る感じのルートでちょっと回避をしていきたいと思います。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。はい、ということで迂回ルートも決まったので、それでですね、ちょっとまた日向坂の話にしようかなと思うんですけど、あ、ちょっと待ってくださいね、ナビがうるさいので。あ、止まってくれましたね。ちょっとじゃあ先に行かせてもらいましょうか。まあそんなことでね、あの3年目のデビューを見てね、やっぱり泣きますって、まあお日様だと大概まあどっかで泣くだろうとは思うんですけど、まあ、僕はもう開始と同時になんか涙が出てきたような気がしますね。まあそれでもね、ちょっとくすって笑ったりほっこりしたりっていう部分もある中で、やっぱりいろんなところで涙が出てくるシーンがたくさんあって、で、まあ見てる時は分かんなかったんですけど、その終わった時に、あの僕の後ろ側の席って、まあ、女の子2人組だったのかな、だったんですね。でそこからもうぐす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 もう聞こえてきて、相当泣いてるなと思って、本当に、まあ女の、まあ、若い女の子だったと思うんですけどね、ちらっとしか見てないのでわからないですけど、本当にグス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 聞こえてきてましたね。まあ、それだけやっぱり同年代の女の子とか、まあそういったところにもかなり刺さるものがあるのかなとは思いましたけど。まもなく右方向です。まあそれでね、そうは言っても知らないアイドルグループのまあドキュメンタリー映画とかね、見たってしょうがないじゃんって思う方がいらっしゃるかもしれないんですけども、そういう方は、まあ、お金を出して見る前に、
これはフールで見れるかな。ケアビンゴ3の60分耐久ダンスバトルとか、あとはひらがな推し、それから日向坂で会いましょう。この辺はもう YouTube で拾ってみるしかないんですけど、これそれぞれの番組の中のヒット祈願ですね。それぞれシングルとかアルバムとかのヒット祈願をやってるんですけど、それを見ていただきたいなと思います。もう本当にそれを見ると、彼女たちがよくね口にする、みんながいるから自分が頑張れるとか、みんなの足を引っ張らないように自分は頑張るとか、ね、みんなと一緒だから頑張れるとか、その先右方向出口です。もう本当にそういう言葉がねたくさん出てくるんですよね。右方向出口です。あれここはなんだ、こっち来ちゃいましたけど、これはあれかな、直進方向です。国境の検問ですかね。適切なルートが見つかりませんので、ね、元のルートを表示します。ルーマニアに入る検問だと思うんですけども、検問ですね。ここはちょっとゲートが開いた開いた開いた、ゲートが開かなかったん でこのまままっすぐ進みたいんですけど、なんかちょっと狭いな、これ狭すぎるな。もうちょっとトラック用なんだから広く取ってもらってもいいような気はするんですけども、書類を調査中ですということで、全て揃ってます、良い旅ということで検問を抜けました。でこのまんま、あ今度はあそこに、あそこのね建物の、まあ、ガレージみたいなところ、誰もいないですけど、ここに入れろと。でマークの場所で停車してくださいということなんで、どこだどこだどこだ、まだかな、もうちょい前かな、はい、ということでエンジン停止って言われましたね。おこれでガーッと一周見られますね、いいっすね。全て正常です、通行可能ですということで進んでいきたいと思います。次はこれはどっから出ればいいのだ、これだと出れるのかな、これで最寄りの計量所で車両検査を受けてくださいということなんですけど、これどこ、わかんない、あなんか向こうの方にちょっと見えるかな、あれかな、あれあそこに行けばいいんですね。そしたら、ああ乗り上げちゃった、乗り上げちゃいましたけど、ここ入ったらいけんのか、それにしても狭いよ、相変わらず狭いですけど、相変わらず狭いな、あ違うわ、ここ間違えた、これ間違えましたね。今右側に見えてるのがあれですね、カンカンですね。なのではいすいません、停車に失敗しましたということで罰金取られましたね。もうしょうがないです、これはこのまんま通過してしまっていいかな、いいんですよね、罰金取られたからもうしょうがないですもんね。このまま通過してしまいましょう。まあいいでしょうということで、先ほどの話の続きですけども、やっぱりね彼女たちのそのヒット祈願とかね見てると、そのみんながいるから、みんながいるから頑張れる、本当にね、一生懸命一人一人が頑張ってる、でもみんなが助け合ってるっていうのがあって、まあある意味先ほども言ったように、これってみんながいるから頑張るとか、みんなの足引っ張らないように自分が頑張るとかね、根性論なんですよ、この
さっきも言った70年代の青春ドラマの根性論なんですけど、ただそれをね、彼女たちは普通に当たり前のようにそれを成し遂げる、そして結果を出していくんですね。だからみんな支え合ってフォローし合って、そして結果を出していくっていうのをみんながね、その分かってるので、そうすれば絶対結果にがついてくるって分かってるので、そのね、根性論っていうのがやっぱり今時の若い子っていうところにね、刺さるんじゃないかなと思います。ですのでね、本当に日向坂を知らない人にも見てもらいたいっていうのはやはりそういう部分がありますね。でちょっとね、今あくびが出てきたんですよね。で休まなきゃなんないんですけど、まあ、あと1時間ぐらいで着いちゃうのでこのまま行っちゃいましょう。ただギリギリ、またあくびしてきたな、ギリギリになっちゃうとちょっと危ないんですけどね、過労運転違反とか取られてしまうのでね、本当は休みたいんですけど、これ休んじゃうとちょっと遅配ですね、遅れになっちゃうのでこのまま行っちゃいましょう。でなんかあれ、なんか野菜の直売所みたいな、なんかかわいいなんか直売所みたいなのがありますね。まあそんなことで、直進方向です。ということで、日向坂のお話とかちょっと映画の感想みたいなのをお話ししながら、進んでまいりましたが、ちょっとまだあくびが出ていますが、もう市街地に入ってきました。でもう間もなくレシツアですかね、こちらに到達しましたね。はい、ということで、あとはその休憩というか、もうある程度過労運転違反は取られると思うので、それは覚悟の上でですけども、まあもうちょっとで、まあ、着きますので、このまんま着きっていきましょう。なんかこの辺はなんか可愛らしいお家がなんか建ってますね。お家ですよねこれね、多分。まあ、あとはちょっと最後に、あ、日向坂ですね、レシツアーの皆さんに日向坂を知っていただこうと思うんですが、誰一人歩いていないので、で最後に、ちょっと昨日のね、直進方向です、日向坂で会いましょうで、まあ、先に発表されました9月発売の日向坂のファーストアルバムですね、こちらのリード曲のあざとかわいいのフォーメーションが発表されましたね。で久しぶりに2年ぶりに、ミーパン佐々木美玲さんがリード曲のセンターということになりました。久しぶりにセンターに返り咲いたということですね。
ミーパンのねセンタータイボールンって結構あって、左に移動が必要です。で2018年の左方向です。ひらがなけやきの初めてのファースト、ファーストアルバム走り出す瞬間のリード曲期待していない自分のセンターを務めて、でアルバム通してね基本的にはセンターだったわけなんですけども、そこから、2年ぶりということで、センターに返り咲きました。で日向坂になってからは、2期生のね小坂直さんがこれまで4作センターだったわけですけども、今回ねセンターではなくてセンター横のフロントメンバーということで、本人もちょっと安心したというようなコメントを残していますが、本当にどれだけその重圧だったんだろうなっていうのはありますね。その苦悩なんかもその映画を見ていただければ直進方向です、多分知ることができるかなとは思います。右にレーン移動が必要です。その先右方向です。右方向です。本当にね、今回アルバムとはいえ、ミーパンがそのセンターになったっていうことは僕も素直に本当に喜んでます。そろそろね小坂直さんも間もなく左方向です、一旦はセンターを休んだ方がいいかなって思っていたんですね。左方向です。イメージが固定されてしまうとやはりだんだんとね歪みが出てくる可能性もあったので、それはもう欅坂さんを見ればねもうそういう状況だったっていうのは一目瞭然なんですけど、ああならないためにもねやっぱりそろそろ違う人をセンターにした方がいいかなとは思ってました。そうした時にやっぱりミーパンがここにね来るっていうのは一番ね目的地周辺です、タイミングといいそのメンバーの適性といいね本当にいいかなと思います。これでね乃木坂みたくかつての白石さんとその西野さん飛鳥さんのここ3人でねセンターを回す、もしくは誰々 のこのうちの2人の組み合わせでダブルセンターにするとか、そういったことの、ね、自由度っていうのが、ね出てくるかなと今後ね思うのでいいかなと思います。ということで、喋ってるうちに到着しましたので、もう過労運転違反何回か取られてるんですよね。であとはトレーラーをですね、一旦しまいたいと思います。はい、荷物ですね、トレーラーをほぼしまい終わってますね。これで終わりですかね、緑になりましたので、でこれでエンジンを切って、荷物を運び出しが始まりますので終了です。そして荷物を運び出して、ちょっとね、トレーラー置き場から少し出てきましたけども、今回は日向坂46のこのようなね3年目のデビューのトレーラーということで、こちらで走ってまいりました。イタリアからルーマニアまでそう走ってまいりましたね、1000キロちょっとで日向坂、そして映画のお話も少しダラダラとしながら、走ってきたわけなんですけども、全然写真撮ってなかったんでね、ここでちょっと何枚か写真を撮りながら今回はこれで終わりにしたいと思いますが、いいね、やっぱりこうやって写真が撮れる、この虹とねキラキラはもういいっすね。この虹とね
背景のその空は、自分でまたねちょっとね作ったやつですのでね。そして、次回なんですけどもね、まだこれで走るかそれともまた違うスキンを作るかってちょっとまだ考えてますけども、まあこれもね一回使ったら終わりではなくて、またいつでも取り出せるようにはしてあるので、またこれで走りたいなと思いますし、また次回ね違うスキンを作ってもいいかなと思ってます。もうね、過労運転違反何回も取られてるんで、もう今日はこれで終わりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。